今回はこの RGB ミキサーを使って手軽にね、こういうレフ効果、ビフォーアフター、ビフォーアフター、アフターよね、こう女の子にレフが当たってるような感じになってますよね。こういった効果を与える方法、もしくはもう一つ最後に、こういったね、風景の山の風景の素材とか、そういう時にも威力を発揮するんですけれども、これはビフォーアフター、ビフォーアフター、こう木々のねコントラストが上がって霞が除去されたような効果、こういったものにも今回のチュートリアル有効なので、それも後に少し紹介します。まずはね、こういうレフ効果、自分なんかは日中シンクロ効果って言ってるんですけれども、こういったね日中シンクロみたいな効果をこの RGB ミキサーを使ってやってみたいと思います。じゃあちょっとこれを一回リセットしますね。新規ローカルバージョン作ろうかな。よいしょ、はい、ここまでねリセットしちゃいます。今ノーマライズを行っている、ノーマライズをした段階からスタートしてみます。でまずオプション S で、もう一個ノードを作ってもらって、オプション L でレイヤーノードを作っておきます。こういうノード構成にしておいてください。このノード構成っていうのはいろんなグレーディングで使えます。本当によく使えます。で、こっちの上の方のノード、つまり何度も言ってますけれども、レイヤーベースで言うと下に来るノード、こちらのこの RGB ミキサー、これをねモノクロチェック入れます。はい、白黒になりますよね。この本来のノードが、レイヤーノードでかぶさっているので、こういう感じでねかぶさっているので、今普通にカラーの状態になってますけれども、レイヤーミキサーを右クリックして合成モードをカラーにしておきます。それでもう一回 RGB ミキサーで白黒にしたノードを掴んであげて、ここでここの数値をいじると魔法が起こりますっていうね、魔法が起こるってあの分厚い本の受け売りなんですけれども、ちょっといじくってみましょうか。まず赤のこの出力をいじくってみます。そうすると分かりますかね、大げさにやりますよ、ノイズ乗っちゃうんですけども、女性の肌がものすごく明るくなったの分かりますかね。はい、反対に青の出力を下げてみましょう。そうすると同じように相対的にね、女性の肌が明るくなって、空の青っていうのがよりこう引き締まってきますよね。はい、で緑っていうのはあんまり眼に影響を与えることが少ないんですけども、ここら辺の唇の緑の成分があるあたりって見てください、変わりますよね、結構変わってますよね。はい、一回ねデフォルトに戻します。このあたりを使って好みの絵にしていくってことができます。で特に赤の出力っていうのはスキントーンなので、スキントーンをこれね何をやってるかっていうと、ここの白黒の、一回これ外して、白黒のサイドを RGB の単位でこう調整してるわけですよね。そうすると赤のサイドを上げていくと、当然赤のところが明るくなってきます。白黒だと青の成分を上げていくと青がもう明るくなって、今もフォーアして飛んじゃいましたね。下げていくと当然青がより濃くグレーに近づいてくるというかね、黒に近づいていきます。この特徴をここのレイヤーミキサーの合成モードのカラーにして利用してあげてるっていう構図になります。はい、じゃあもう少しやってみましょう。一回もう一回リセットして、で今回はレフ効果、日中シンクロ効果を女の子に与えたいので、赤の視力っていうのをねちょっと上げ気味にします。はい、少し女性の肌が明るくなりましたね。その分青の視力を少し下げます。はい、さらにきつくなりましたね。でここまでいくと結構ガビガビになっちゃうので、ここら辺を注意しながらね追い込んでいきます。うん、で最後に緑の視力、ここら辺をね、多分ねここら辺中心に見せてください、変わりますから。ここをね少し下げ気味にすると明るくなってきますよね、唇のあたりが。はい、この辺かな。うん、ビフォーアフター、だいぶ変わりますよね。はい、でここからもう少し味付けしていきましょう。レイヤーミキサーの後もう一個ノードをね追加して、せっかくだからこのね空の青っていうのをもう少し強調させるために、色相 VS サイドに行ってもらって、ここら辺をねピッと吸い取って、ここちょっとこうサイドを上げ気味にして、はい、
ビフォーはアフター、ビフォーはアフター、こんな感じでね。でこれね、今空と人物しか入ってないんですけども、おそらくね海とかそういった場面だとすごく綺麗に日中シンクロっぽい絵が作れると思います。ただこれ弊害として結構ノイズが乗るんですよ。まあ要するに無理やりねアンダーな部分を持ち上げるので、どうやってもこうノイズが乗ってくる。なので最後にね、できればノイズリダクションをかましておきましょう。これは優勝版しかないんですけれども、ダヴィンチリゾルブのノイズリダクションはすごく優秀なので、ノイズリダクションに行ってもらって、自分はね空間ノイズよりよくね時間的ノイズっていうのを使いますね。で3フレームぐらいにして、で色位置、まあここで連動でいいと思います。輝度でもね、結構輝度の部分にも結構ノイズが乗っちゃってるので、もう輝度黒間両方ほんの気持ち20ぐらいで十分消えますよ。多分このレベルだとほらバッチ消えてますよね。これ再生してみても、うん、全然目立たないですね。っていうぐらいにね、ちょっと軽くノイズリアクションをかけて、はい。で最後オプション S でカーブで仕上げる。普通のカーブでね、少し。こんな感じかな。Before は After。Before は After。はい、ということでね、今回の試写はこの構造ですね。一回白黒にした RG ミキサーをレイヤーノードのこっち側に作って、それにレイヤーノードとして普通の絵を、通常のねこちらのノーマライズされた絵を引き継いだ絵を置いておくと。でこっちの白黒にした RGB ミキサーでこの値を、出力の値をいじくってあげるっていう部分ですね。であとはまあこう調整していくっていう感じになります。ということで、次のこちらもやってみましょうか。これね、やること全く同じです。はい、じゃあまずノーマライズ、これねノーマライズした状態からいきますね。復習なのでもう一回やってみましょう。オプション S で通常のノードを作ってもらい、オプション L でレイヤーノードを作ります。ここにレイヤーミキサーができます。でレイヤーミキサーの合成モードはカラーにしますね。でこの状態で何も変化起こらないけれども、この白黒にした方のノードを選んでもらって、 RGB ミキサーでこれね、今度は青の出力を下げてみましょうか。ちょっとわかります？こう森のコントラストがグッと上がったの分かりますかね。まあ、大げさにするとこういう感じですけどね、墨になっちゃうんですけども、ちょっとだけ下げるだけでもね、かなりねコントラストが上がります。はい、逆に赤の出力を上げても上がります。で緑の出力っていうのはそんなにね実は変わらないんですけれども、主には多分赤と青の出力を変化させることで、ビフォーはアフター、ビフォーはアフター、少しねこういう奥行きのある素材だと霞除去的な部分で使えたりもしますので、この RGB ミキサーを使ったコントラスト調整っていうのはなかなか面白いものがありますので、皆さんそれぞれ試してみてください。ということで今日のチュートリアルは以上になります。